ナイジェル・オーウェンズンベは、ウェールズのラグビーの審判員。ウェールズラグビー協会所属のプロフェッショナルレフリー。カーマーゼンシャー州、マニズクルリグ出身。1987年から、ラグビーのレフリーをはじめ、カーマーゼンとペンブルックシャーのいう15試合が、最初のレフリーとされる。2001年から、欧州ラグビーチャレンジカップの国際レフリーを務め、 ラグビーワールドカップでは2007年から4回連続でレフリーを担当。2015決勝ではレフリーを務めた。これらが評価され、2015年の世界最優秀レフリーに選出。2020年12月、国際試合からの引退を発表。2007年、新聞、ウェールズ・オン・サンデーでのインタビューで同性愛を告白。26歳の時自殺を図っていたという。 2016年に大英帝国勲章のメンバーを助されている。ウェールズのテレビ局 S4C で放送されるウェールズ語によるトーク番組ジョナサン &BWRW アールバーやクイズ番組マナット・アイ・フィンドに進行役として出演している。ありがとうございます。